皆さんこんにちは、すずかんコラボトークの時間でございます。今日もですね、大変、素敵なゲストにお越しをいただきました、東京大学理学部物理学科のですね、上田正人教授でございます。上田さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。と言いながら上田さんとかいうのは私も気恥ずかしいっていう感じですねあの同級生でありまして、まあ、あの時々 上田とか上田君とかになるかもしれませんが、まあ、ざっくばらんによろしくお願いします。はい、まあ、今日はですね、この科学がピンチということでですね、まあ、その辺の話を話し合っていきたいですが、まあ、実はあの日本の特にまあ物理はね、今はいいんですよね。まだいいと思いますね、今はね、はい、っていうか例えばあの論文のサイテーションって、まあ、引用なんかはね、世界で東京大学物理部は2位とか3位とかね、いうことをずっと来てますから、はい、まあ、まあハーバードとかよりも 上位に、はい、あるし、まあ、あの昔は物理といえば京都大学だったんですけど、そうですね、このところ東大がの物理が上がってきたのは、まあ、小芝先生、南部先生、南部先生、まあ、ね、そうですね、このところ、まあ、根岸先生は物理じゃないですけど、何人か続いてますね、ええ、まあ、ただ京都大学も山中先生とか、まあ、非常に立派な方がたくさん出てますけどね。まあ、あの いずれにしても、まあ、今おっしゃりましたけど、まあ、その、まあ、物理に限らずですね、東北大学の材料だとかですね、京都大学のケミストリーだとか、阪大の免疫だとか、まあ、あるいは東大の生化学とかですね、実はその理系だけ取りますと現状においては日本の大学というのは、うん、まあ、かなりあの世界的にもその研究水準は非常に高くて検討してますね。ただなぜ東大が27番とか30番かというと、あれ国際化のポイントと財務のポイントがもう恐ろしく低いんですよね。100点ポイントで、国際化ポイントとか23ポイントとかでね。そうですね、であとはやっぱりあれですよね、教育ポイントなんかはね、案外あのカルテックってカリフォルニア工科大学よりもちょっと良くて、うん、世界でいうと教育だけでいうと8番とかね。東京大学は、うん、教育は本当に最近は良くなってきたと思いますね、昔に比べてもずっと今の教育は、うん、いろんな意味で改革がなされてきたと思いますね。だから東大の問題は3つあって、まあ、1つは国際化がやっぱりあの極めて、他が70ポイントとか80ポイント、他の項目がね、あるにもかかわらず23ポイントって非常に大きい。それから東大の問題の2つ目はやっぱ財務ですよね、このポイントが恐ろしく低いと。でこれはまあやむを得なくてハーバード大学の基金の2桁以下ですから、そうすると財務体質が、でこれ露骨にもあの、ね、タイムズハイヤーエデュケーションとか指摘されてて、やっぱこれからの大学の競争力は財務力だと。なぜならば世界中から人材引き抜き合戦、そうです、ね、まあ、引き抜き合戦ってのはこれ教員の引き抜きもありますけど、学生のね、学生の引き抜きもあって、引き抜き合戦に負けてしまうからと。ハーバード大学がだいたい基金3兆円ありますけど、うんうん、東京大学はその100分の1も多分ないんですね。そうですね、100億円にやっと達するか達しないかぐらいですから、300分の1ですよね。ですからその学生をもうサポートしたいんですし、うん、こう外国から教員を引き抜いたりしたいんですけども、うんうんうん、内袖が掘れないと、うん、まあそうですね、そういう状況ですね、まあそれからあとはあれですよね、まあ、3つ目のポイントは文化系の研究力が、うん、あの残念ながら低くてですね、さっきの論文サイテーションのポイントで言いますと、まあ、あの 東大のみならず日本の有力大学のサイテーションというのはあの非常に高いんですけども、一方で東京大学の社会科学の、世界で この引用論文数の順番というのは283番、うん、あるいはその185の世界の経済学部経営学部のがあの、まあ、一定ランク入ってるんですけど、そこに日本の大学は一つも入ってないと、まあ、いう、やっぱこの3つがあの日本大学の、まあ、順番を下げてるんで、まあ、逆に言うとやることは分かっていて、うん、国際化をすればいいと、うん、財務体質を上げればいいと、それから文系の研究力を何とかすればいいってことなんですけど、ね、
したがって、秋入学、うんうん、まあ、これは一つの試みではありますね、はい、まあいうことですよね、まあ、ただ秋入学にしたからといって留学生が来るというのはそんなに単純な話ではなくて、うん、まあ、例えばアメリカの一流大学にどうしてたくさんの留学生が来るかというと、うん、第一にやっぱり奨学金が、うん、先ほどの財務の問題と同じですね、はいはいはい、奨学金が与えられると、うん、でそれ日本もそれさえちゃんと確保できれば日本に来たいという外国人は意外と多いんですね、はい、うん、ただしお金が出ないと、うんうん、なると生活ができないわけですね、はいはいはい、で特に東京は非常に物価も高いわけで、うんうんうん、まあ、それに生活ができて学費が払えるぐらいの奨学金さえ出せれば私は留学生はあっという間に増えると思います。そうでしょうね。それと留学生にとってみると日本にそのまま残って、就職できる比率が非常に日本の場合高いんですね。高いですね。日本に来た留学生の約4分の1がですね日本で就職できる。そうなんです。アメリカとかイギリスはビザの関係があって 1% ぐらいしか就職できないということですから、まあ、ある意味 今はチャンスで日本の企業さんも留学生をどんどん取りたいんですね、うん、で逆に外国人が日本の大学に魅力を感じるのはそのまま日本の企業に就職したいという意欲があるので、そういう意味ではニーズはマッチしていって、うん、あと必要なのはその財務的な補助の援助なんですね、うんうん、そういう意味で大学と企業さんがそういう意味でコラボレーションして、うんうんうん、それで外国人の人材のリクルートに、うんうん、協力することができると、うんうん、これはかなりインパクトのある政策になれるんじゃないでしょうか、ね、それと、まあ、今日本の研究力というのは非常に優秀なんですけれども、ただ、ね、いつもおっしゃっているように心配なことは日本の学生が、まあ、理系の場合はマスターで辞めてしまってドクターに行かないと。だから、まあ、先ほどなぜ文系の研究力が弱いかというと優秀な学生がもう学部でいきなり社会に出てしまう。そうなんですね。で本当は彼らに修士に行ってもらってその中で研究に向いた人が、まあ、学部では分かりませんから ね、 そうですね、最低でも修士論文を書かないと。でそうするとそこで優秀な学生がそのまま、進んでくれるわけですけれども、まあ、そういうところがねなかなかうまくいってないというところはあるんですけど、まあ、例えばドイツで世界的に活躍している企業、まあ、シーメンスとかいろんなところを見ますと、はい、かなりの研究を開発している人たちはほとんど博士を取っているんですね、うん、そうですね。でそれに対して日本は修士がいまだにメインなの で、うん、でそうすると修士と博士はどこが違うかというと、はい、修士までは基本的に教授が与えたテーマを解くという、うんうん、で解くことに優秀な人たちが修士で評価される、うんうんうん、博士はどんなことでもいいから自分で問題を作らないといけないんですね。で日本も世界に追いつこうとしているときには多分その修士までのモデルでよかったわけですけど、今は追いつかれるタイプなので自分で問題を作って製品を開発しないといけない。でそうするとやはり博士に相当する人材がどうしてもいるわけですね。そうですよね。それと、まあ、日本の認識としてね、理系はダメじゃないんですよ。よく聞いてくださいね。この手を打たないとダメだねってこういうことなんですけど、まずですね、あと日本の まずこの日本の場合は博士になるイコール研究者になるっていう、うん、このそういう固定観念が固定観念が強すぎて、まあ、実は博士になってもちろん研究者になる人もいるけども、うん、そこから企業に行ったりあるいはベンチャーを起こしたりするって山ほどいるわけでありまして、もっと言えば、例えばこの日本の企業がですね、海外のプラントを受注するときにですね、こういう話があるんですね。サウディアラビアとかね、あるいはそのアフリカでもその何かをこう発注する側の方はスタンフォード PhD とか MIT PhD で、でそれに応ずる方の、まあ、日本の商社とかがですね、こうのチームリーダーがですね、学部しか出ないと。そうなんですね。でそうするとこうサムソンなんかはこう、まあ、PhD なんかが持ってるわけですから、そうすると日本はそれはなんかこうもう真面目に参入取る気がないんじゃないかと。そうなんです。 PhD の、うん、名刺にそれが書いてないと、うん、まあ、要するに相手にされないわけですね。そうですよね。アメリカに留学した時も、うん、博士を持ってないと基本相手にされない、うん、はい、それは理由はやはり、うん、博士とそれ以外の違いは
博士の人は自分で問題を見つけて、うん、それを想像した経験があるかないかと、はい、そういう免許証なわけですね、はいはい、で今もちろん修士出の人も日本の企業はそれを立派に育ててきたわけなんですけども、うん、やはり企業だけで育てるにはやはり限界があるわけで、うん、まあ、そのミスマッチがやっぱり未だに尾を引いてるんじゃないでしょうか。いくつかのコメントをちょっと拾っていきたいと思うんですけれども、文系とか理系とかって分けない方がいいよねとか、あるいは経済学っていうのは文系理系どっちなんですかみたいな、この文系理系論っていうのは、それはもう本当にその通りだと思います、うん、日本は文系理系を分ける時期が早すぎるんですね、うんうんうん、アメリカはもっともっと後なんですね。そうですね、最初のうちは少なくともリベラルアーツですからね、一緒に取ってリベラルアーツで、それでその後自分で決めて選ぶわけですね、はいはい、で私なんかも見てまして、例えば、うん、経済、うん、日本では文系っていうふうに分類されてますけど、はいはいはい、数学の才能がすごくある人がいっぱいいるわけです、ね、うんうん、あるいは理科系に来た人たちも、うん、実はこの人は文系をやると非常に伸びるんじゃないかっていう方もいっぱいいて、はい、ところがほとんどの方は高校生の段階でその選択を強いられてしまうために、はいはいはい、そこから後の軌道修正が難しいんですね、うんうんうん、それはかなり実際には人材のロスになっているとおっしゃるとおりでしょうね、うん、まあ我々も理系に行くか文系に行くかね、なんかなんで決めなあかんねんと両方やりたいと、まあ、いうふうに思ったわけですけども、うん、それから 理系は社会で通用しない頭でっかちが多いと、こういう学者頭になっちゃうから社会で役立たない、こういうお話がありましたか、うん、だそれも人によるわけですね、視野がどれだけ広いか、あるいは人の話をどれだけ聞く耳を持ってるかということで、だもちろんその理系の人たちも数式を解いてればいいっていうだけではなくて、やはりそういう戦略に属する部分の教育を真面目にしないといけないと思いますね。まあ、私はこういうふうに思っててですね、やっぱり学者頭っていうか、こう体系的で論理的な思考法を身につけているかいないかっていうのはやっぱり大事、ただそれは大事なことの必要条件であって、うん、それがあれば何でもいいかっていう十分条件ではないと。でもちろんそのプロジェクトベーストラーニングっていうことが、その体系的な座学とともに、要するにプロジェクトにやる実学、まあ、この両方が教育以上必要だと思っているんですけど、まあ、日本の場合はやっぱりこうプロジェクトのが少なすぎますよね、まあ、文系がダメだっていうのはまさにプロジェクトがプロジェクトベーストラーニングが極めて少ないんで、これ面白い統計があって、日本の教育でね、最も勉強している学部学科はですね、芸術学部なんですよ。だから東京芸大の学生がまあ、一番勉強してるって、うん、まあ、それ勉強とは何かっていう定義ですが、少なくともその大学でのいろいろなプログラムへの準備、あるいはそれのフォローに時間をかけているのは芸大生なんですね、あるいは芸術系はみんなそうなんですね。で面白くてですね、まあ、結論を言うと、実技実習実験のある学部学科はの教育というのはちゃんと世界に通用していると。でそれがない文系をはじめとするマスプロはですね、結局通用してないと。ですから文系活性化のためにはやっぱりこう文系であってもプロジェクトベースラーニングをやっぱり入れないといけないと。で私のゼミでは一回そのクリニックを作ったことがあって、まあ、これはまさに法学部経済学部に進むコースの人もいれば、教育学部心理学部もちろん工学部、そして医学部看護学部音楽学部、あるいはそのデザインという人たちが全部必要なんですよね、そのクリニックを作るとなるとね。でまあそういうことをやってみると、文系の人も真面目に勉強し始めてですね、まあいうことだったんですけど、やっぱりそういうところをね、ちゃんとやっていかないといけないということなんですが、まあ、今日はですね、それからもう一つはその総合系の学部、うん、まあ、文系理系問題を受けてですけど、今日はグッドクエスチョンが多いですね本当にニコ生ですかね、これはね、やればできますね、これね総合系の学部、まあこれ湘南フェザーキャンパス慶応もですね、あるいは広島大学総合、そういうことが出てきてますけど、こういう動きは機能してるのかと。総合的な考え方、まあ、難しいですけど、うん、さっきの文系理系とも似てまして、うん、その例えば最初から自分は
これって決めてしまうとですね、うんうん、意識として自分をその枠にはめてしまうところがあるんですね。ところが学生がどういう時に成長するかというと、うん、隣の友達を見ると、うん、自分と違った個性を持ってて、うん、であこいつはここがすごいと思った時に、はい、その学生はモチベーションがこう出てくるんですね、うんうんうん、そういう意味でいろんな考え方を持った人たちむしろ人たちが、うん一緒になってこう切磋琢磨するような環境の方がずっといろんなアイデアも出てきますし、うんうんうん、いいです。だそういう意味では総合的な学科っていうのはうまく機能すると、うんうん、あえて弱点っていうかデメリットっていうか薄くなっちゃう可能性がありますね。やっぱり例えばそのあるところにフォーカスすると、うん、競争も専門家ばっかりになるので、うんうん、ピーク値は自然と高くなるわけですね、うんうん、そこをそのアクティビティとかクリエイティビティを維持しながら多様性を確保するっていうのは、うん、なかなか学問では難しいことなんですけど、うん、それぞれ弱点と利点がありそうな感じがしますね。まあですからそれもね大学によっていろいろ多様なのが出てくるでしょうね。それから今の日本企業では収支はお荷物。いやいやそんなことはもちろんないわけなんですけどもただし例えば日本でもですね構造転換を遂げてる企業はですね、うんうん、具体名は挙げませんけどもよく見ると博士のある時期、うん、博士のリクルートの人数をぐっと増やしてるんですね、うんうん、でその人たちが例えば今までコンピューター系だったのに、うん、その化粧品関係の製品を開発したりするという、まあ、非常に型にはまらない開発を してるのは実は博士集団、うん、あるいは電気系で言っても、まあ、その強いところがあるんですね、うんうん見ると博士の割合が明らかに高いんですね。でそういうことはやはり何者かを語ってるわけで、うん、やっぱり博士まで自分で何かを与えられた問題を解くだけじゃなくて自分で見つけないといけないというプレッシャーを乗り越えた人をうまく活用するということが日本にとってはとてもこれから重要になる。僕はね日本の企業がね修士とか博士持ってる人は使いこなせてるところと使いこなせてないところがあるんだと思うんですよね、うんうん、で結局まあ、イノベーションっていうのは、まあ、イノベーションというかこう改善っていうのは2つあってね日本っていうのはこれプロセス生産プロセスだとかそういうものをそのなんていうか改善するのは非常に得意なんだけど、うん、そのまあプロセスイノベーティブではあるんだけどプロダクトイノベーティブこの世にないプロダクトをなんかこうね、非連続に、うん、非連続なイノベーションって苦手だと思ってて、うん、非連続なイノベーションっていうのはやっぱりどっから生まれるかっていうとやっぱ原理原則をちゃんと分かった上で、うん、いろいろ多様な柔軟なアイデアをまあ果敢に思考、うん、だからその当てずっぽじゃダメなんで、うん、やっぱり原理原則に基づいてるしかし独創性そうですね。やっぱりそれがだから日本が最近その1980年代まではお手本はあるわけでそれをいかに効率的にこのね工数を少なくしてまさにプロセスをこのエフィシェントにして効率的にしてそこは非常に良かったんだけど要するにアップルとかなんとかねこの世にないものを生むっていうねそういうプロダクトイノベーションの競争になった瞬間に弱くなってきてるっていうのはここにあるというふうに思いますしだから日本は実はですねその役員であっても収支を持ってる人ってのは 5% ぐらいなんですね。でアメリカは文系の仕事と言われている人事部長ですらですね、収支比率が7割と、うん、やっぱりこう日本とアメリカあるいは日本と逆にと欧米といった方がいいわけで欧米どころかアジア、アフリカ、うん、日本と日本以外といった方がいいかもしれませんけど、そこが私は非常にいいこの20年のプロダクトイノベーションで負けてしまったっていうのはあるかなと思います、うん、さあさて いい質問が多いんでちょっとそこに、で取られていたんですけど、まあ、今日の本題でありますこの科学、ですがピンチということなんですけど、まあ、上田さんこれどういうふうに思ってますですか。いや実際日本は今分水嶺っていうか大変危機的な状況にあると思いますね、うん、まあ、一つには中国とか、まあ、アジアの国が急速に力をつけて、まあ、特に中国ですね、はい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 、急速に力をつけてきて、うん、で実際にもうかなり最高級の仕事がどんどんと出始めていると、うんうんうん、で基礎研究だけではなくて、まあ、いろんな生産も今や中国の製品は質が低いかというとそんなことないんですね。実はないんですよ。日本でも OEM もどんどん作って、うん、でそうするとですね日本は何をもってオリジナルと言えるのかっていうのが大変難しくなる。なるほど。
今までは欧米に追いつくと、うん、で追いつかれた後今度下のだと思ってた人たちが実はもう追い越そうとしている段階ですね、うんうん、ですで、まあ、その国力もリソースも限られた中で、うん、どういうふうにその戦略的に日本の独自の立ち位置を決めていくかというのを今こそ決めないといけないんじゃないかと思いますね、うんうんまあ、これまあ論文要素というのがまあ、 ある意味でノーベル賞のベースにあるとすればですよ、うん、こうノーベル賞はこれ大体どういうふうなんですか、ノーベル賞予想、これを10年、20年、30年でノーベル賞はちょっと遅れるんです、うん、で、あの山中さんのように取って数年でもらえる例はノーベル賞はほとんどなくてですね、はいはい、例えば南部先生で言うと40年ぐらい、はいはい、小林益川先生でも、うん、やっぱほとんど3、40年、うんうん、タイム、時間のディレイがありまして、うん、で日本がやっぱり今もらった方たちって日本が本当にこう世界の頂点に向かって上り詰めようとしている、うん、経済的にも、うんうん、それから学問的にもその坂の上の雲を見て登ろうとしている志の高い人たちが勝ち取った栄誉なんですね、うんうん、で、ですから我々の現在の立場っていうのは数十年後に多分出るんですね。でそこが未だに坂を登ってるかっていうと、うんうん、ちょっとかなり厳しい感じがしますね、いろんなところで、ね、あのまあ、2000年に入ってからね、この10年間、まあ、日本はイギリスと並んで、まあ、2位だったんですけど、まあ、ノーベル賞が、まあ、毎年とは言いませんけれども、まあ、かなり頻繁に出てきた、まあ、これは逆に言うと20年前、30年前の日本が、まあまあ、その頃は基礎研究も含めて相当な投資を日本は実際やったんですね。ちょうど基礎研究ただの理論っていうことが言われた時期 でいろんな企業まで含めていろんなところがかなり基礎的な部分にものすごく投資をして、はいはいはい、でやっぱりそれがボディーブローのようにこう裾野のいろんなイノベーションにつながってきたっていうのが現在のノーベル賞なんじゃないでしょうか、うん、なるほどね。これあの論文数だけが全てかと、数ではなくて G インデックス、HD インデックス考慮すべきって書く、いや、まあ、全くその通りです、うん、あの論文数だけが全てじゃないんですが、うん、ただし引用数は全てじゃないんですけども、うん、やはり周りの、うん、これ同僚ですね、はい、我々の同僚がどう見てるかっていうことの一つの指標なので、うんうんうん、やはり無視できない、なるほど、大変重要な数値であることには間違いないんですね。平均としてみんながどう見てるかっていうことが、うん、引用数に現れると、うん、で他のインデックスもあります、もちろんエッジインデックスとかいろんなインデックスがあって、うん、それなりにあの重要な指標なんですけども、あの先日ですね野寄先生がねおっしゃってて、なるほどなと思ってその通りだなと思ったんですけど、日本は日本人がノーベル賞を取ることに非常にまあ関心があるけれども、これからは日本で研究した外国人がノーベル賞を取るだけ取るかっていうことにもっと目を向かなければいけないと、まあ、さすが野寄先生いやもうそこまでなったら日本は本当に文化的にも誇れる国ですね、うん、今、まあ、アメリカ日本人でノーベル賞を取った多くの方は、うん、実はアメリカで研究する、うん、まあ、山中先生は日本ですけどね、うん、あのアメリカでもアメリカで研究された方が多いっていうのはそれだけアメリカの科学研究の懐が深いっていうことですね。で逆にそういう人を出してそれぞれの国に戻ってトップになるということがひいてはアメリカの実は影響力の源泉だということは彼らは知ってるわけです、ね、なるほどね、ですからやはり日本も留学生を受け入れて、うん、でその人たちにあの活躍していただくというのはとても重要なことだと思いますね。まあ、日本が研究者にとって、まあ、温かい社会なのか、まあ、精神的には非常にリスペクトされてると思いますけど、その、まあ、最近ね日本の研究者、ただ一方で日本の研究者はあんま海外行かなくなりましたよね、うん、ですね、ここはどういうふうに、はい、2つの面があって、はい、トップの人が海外に行くと頭脳流出という言葉があるんですね、うんうんうん、で海外に行かなければ内向きという内向きで、ね、あの批判がありまして、で今日本はどちらかというと、うん、行かなすぎてるんですね、うん、で例えばじゃあ中国はどうかというとですね、はいはい、まあ、文化大革命の後に、うん、実は国で研究するのが難しい状況が長く続いたために、はい、たくさんの人が海外に出たんですね、うんうんうん、ちなみに今ノーベル賞を取られている日本人の方も、うん、しばらくの間日本で職がなかったからやむを得ず海外に行った、うん、なるほど、でそこで生き残るために活躍したわけですね、うんうんうん、でじゃあ中国は膨大な数の方がそれで全世界に散らばってる、うんうんうん、でそれはそのままネットワークなんですね、うんうん、でネットワークであれ例えば電話をすればどこの国のにも友達がいるわけですね。なるほど、なるほど、
でこれは もうお金に代えがたい資産であってですね、うんうんうん、で日本はそれがなさすぎるのが、うんうん、まあ、これ多分学問だけじゃなくて政治外交すべて、うんうん、経済も含めてですね、ものすごく不利になってる気がしますね。技術だけで商売できるわけじゃないんですね、うんうん、最後はやっぱり友達であり、うん、ネットワークであるわけですね。だから僕はもっと出すべきだ、うん、もっと出ていくべきだと思いますね、うん、これどうしたらいいんですか。まあ上田さんに言われて、うん、あの 3倍ぐらいにしたんですけど、その支援の枠はね、まあ、高校生6倍にして大学生3倍、ただそれを使うか使わないかはこれまたね、あの確かにそれ、あの鈴木さんがずっとされているように、あの裾野をやっぱり広げる努力がものすごく重要ですね、うん、あのそれこそ科学の甲子園なんていうのは今やった裾野がどんどん広がっていってますよね。でそういう方がどんどんと広がって、でその中でその入賞した人たちを外国にどんどん送ってですね、目を見開いて、あのやっぱりあの百聞は一見にしかずの正しい訳で、向こうで見るとやはり向こうの人たちがどれだけ死に物狂いで頑張ってるかというのが分かるわけですね。でそういう若い人たちのリザーブをどん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 と作っていくというのが、まあ時間はかかるかもしれませんけど、だまあおっしゃる通りで、まあ、科学の甲子園と科学のインカレっていうのを、まあ、私始めさせていただきました。もう2回目になるんですけどね。ちょうど科学の甲子園は春の選抜高校野球を行っている同じ時期に、同じ西宮市で目と鼻の先でやっておりまして、去年は感動したんですけど、宮崎西高校は、野球の甲子園にも出て科学の甲子園にも出てたまたま試合の日とあの同じで、応援団がね、午前中はあの甲子園球場に応援に行って、午後はあの科学の甲子園に応援に来るっていうね、それはすごいですね、やっぱ文武両道の宮崎西高校、大変感動したんですけど、うん、まああの去年から科学の甲子園始まりまして、やっぱりあの 2年目でも6000人ぐらいの人が予選に参加して、まあ、大体6人から8人ぐらいのチームなんですけども、まあ、これが本当に切磋琢磨してですね、まあ、去年は浦和高校、今年は岡崎、愛知県のですね高校がまあ優勝して、まあ、あの非常にドラマティックな、でかつまたあの頭でっかちで話がありましたけど、これ実験を種目に入れてるの で実験が大切ですね、ペーパーテストだけで、1位の高校が実験で涙を流して、まあこともあってですね、まあ、そういう意味では良かったなっていうふうに思いますが、今年からは科学の甲子園ジュニアですから、中学生の時は科学の甲子園ジュニアに出て、科学の甲子園高校生で出て、で科学のインカレでまさに大学生に出ると、でこれも非常にバリエーションが高くなってきて、まあ、去年の優勝はですね米子高専ですね、で今年は山梨大学が、まあまあ、なんていうか優勝をしまして、まあ、我々から見てると相当こうやっぱり力を入れている研究室の学生とかですね、うんうん、まあ、例えば筑波大学は割と生命科学でこう入賞者が多いとかですね、あるいは東海大学もですね、ソーラーの研究室とかですね、やっぱなるほどな、あるいは近畿大学のね、まあ、いろいろなところとかですね、いうようなことをが増えてるっていうのは、まあ面白いなというふうに思うんですけれども、やっぱり裾野を広げるっていうのがものすごく重要で、鈴木さんが前科学の野球と同じだけの人口を増やすっていう、そうそれはもう本当に正しくて、うん、例えば一時ですね、昔チェコスロバキアの時代に、うん、テニスのトッププレーヤーが全部チェコから出た時代があったわけですね、その時っていうのは本当に小学生の時代から才能の発掘をして、うん、で育成をした、うん、すると、うん、もうあんなちっちゃな国ですけども、うん、それだけの世界のトップになれるわけですね、うんうんうん、でただ科学なんかは特に自然は普通に見ると面白いわけですね、うん、空を見るとロマンが湧くわけですね、うん、そういう子どもたちは無数にいるはず でただし今まではそういう子どもたちが科学の感動を体験するチャンスがなかったんですね、だそういう意味ではその今されているような甲子園とかっていうのはものすごくいい、もっともっと僕は低学年に質問を広げてもいいぐらいだと思いますよ、Jリーグもそうですね、そうです、そのが広がったから強くなったわけです、ね、これマジックナンバーはですね高校生17万人なんですね、野球がですね野球部員が高校生17万人いるんですよ、いるんですか、で3年前にサッカーが
17万人で野球部部員を抜いたんですね。これまでね、やっぱり WBC も2回優勝してるし、やっぱりあの野茂以来ですね、まあ、誰が行っても、まあ、この前松井が引退しましたけど、まあ、日本の活躍してた選手はやっぱメジャーリーグでもやっぱ活躍し続けますよね。そうですね。そうすると日本の業界の中で最も国際的にあの競争力のある人材を育成している業界は野球だ。でまさに17万人の高校生の裾野があって、うんうんうん、でそして大学野球がしっかりしてて、で、まあ、プロがしっかりしてると。で、まあ、この循環を、まあ、中学校も含めて作っていこうということで、まあ、J リーグは20年やって、うん、まあ、ついに野球に追いついて、で、まあ、ブンデスリーガーにですね、まあ、今もあの数多くの、まあ、ブンデスリーガーだけじゃありません、プレミアリーグとか、あのヨーロッパ、サッカーの聖地ヨーロッパにもう20人から30人の選手を出していてですね、まあ、やっとでもこれも本当に南アフリカの、2010年のワールドカップ以降ですよ。まあ、それまではなんかこう数名だったんだけど、あれ以降の10名20名の単位で、この、まあ、出てきているんで、まあ、やっとこう軌道に乗ってきたかなと、まあ、いうことなんです。もう本当にそれはいい試みで、日本っていうのは私は本当に素晴らしい国だと思ってまして、あの皆さんが意識を共有して重要性を共有さえすればですね、それに持って進んでいく基礎体力っていうか、知的なあの基礎学力はものすごく高い、多分世界で一番だと思うんですね。でなので、問題は何が重要で、何が国のためにこれから重要で、世界の中でどう何が重要かということをある方向をつけていくということですね。これ行政も政治も、まあ、大学の我々も含めてですね、大変責任が重い。あのただしそこをちゃんとマネージするともっともっと素晴らしい国に、いやこれね、この5年間でも劇的に変わっていて、まあ、科学の甲子園を、まあ、もう作りましたけども、まあ、その前にですね、国際サイエンスオリンピックですね、まあ、化学オリンピックとか情報学とか物理学とかありますよね。科学の甲子園は国内で、まあ、チームでやるんですけど、まあ、あの国際サイエンスオリンピックはこれまあ個人で、まあ、出ていくわけですけど、これの国内予選の応募者が、まあ、数年前までは3000人ぐらいだったんですよ。でこれをとにかく頑張ってですね、今1万2000人まで増えてきました。ただやっぱりですね、メダルの数はかなり増えてきて、そうですね、ただ残念ながらやっぱりそれがやっぱこう一部の高校生に非常に偏りすぎてるんで、うん、まあ、よってその科学の甲子園というものを作り、うん、そしてまあそのことがさらにまあ入学試験でもね、まあ、現に筑波大学とか大阪大学は、科学の甲子園なりそういういろいろな賞でしっかり取った人については、うん、まあ、入学者選考の時に、この、まあ、そのことをかなり評価されると、まあ、いうようなあのことになってきているんですけども、まあ、おっしゃる通りで理系の没落は、まあ、没落はしてないんですけど、何度も言うようにあの小学校の理科に問題があるという問題意識は非常に正しくて、うんうんうん、でこれについてはやっぱりその小学校の先生、教育学部なんですけど、なぜか教育学部が大学入試の中では文化系に位置付けられてるもんだから、うん、理科実験とかですね、まあ、そういうことがあの増えてな、あるいは理解がちょっと苦手意識の高い人が小学校の先生になってるという問題があって、まあ、これは全くおっしゃる通りなんですね。だから教育学部の教育プログラムを変えなきゃいけないっていう話と、今理科の専科の教員を小学校に配置するっていうことを、まあ3年前ぐらいから始めているのと、それからそれこそ理科の博士を持っている人たちを、その高校の先生とかにするっていうのはものすごく重要ですね。あの、何が重要かというとですね、私も今でも覚えてるんですけど、はい、ちょうどあの福井先生がノーベル賞を取られた時に、はい、あの私たちの先生 の、 あの、はい、村上先生が教室でそのこの今年のノーベル賞ってのはこういう話だったっていう説明をしていただいたんですね。で実はその説明の内容自身は難しくてよく分かんなかったんですけど、何かこう夢を感じたって、で、で未だにその何十年も経って未だにその話を覚えてる。でやはりですね、そういう夢を、知識はある意味教科書から学べるわけですけど、夢を語れるその方ですね、やっぱり博士を持ったぐらいの人が教員になるっていうのはものすごく重要なことだと思いますね。なるほどね。まあ結局、まあ、子どもたちに、まあ、今みたいなルートを作ったんですけど、まあ、最後はやっぱりその科学の道に進むということがやっぱりこのレスペクトされて、
っていうことが大事だと思うんですけども、まあ、最近はね年収なんかはね理系の方が年収が多いという調査結果も出ていてまあこういうことを広げていくっていうことだと思うんですけども、そのまあ日本の国のねこう研究者に対する、まあ、いろんな意味での待遇ですよね、うん、これはどういうふうに思いますか。そう、いや、やっぱりまだ大学の教員はおかげさまで、うん、まだ尊敬されてるんじゃないかという気はしますね、うんうん、特にあの地方、私はまあ例えば広島大学とかにいましたけど、うんうん、やっぱり広島大学にいた時には尊敬されてたような気がします、うん、東京になる行くと実はそれほど尊敬されてない可能性があるんですけど、まだそういう意味でレスペクトは維持 してるとは思うんですけども、でも安住はしていられないんですね、もっと人を育てないと、うん、それとあのまあそういう、まあ、まあ給料っていうのは、まあうん、そのモチベーションの一部でしかないんですけど、うん、その、まあ、完全な年功序列と悪病とになっているんですが、うん、これはまあ研究の世界だけじゃありませんけどね、日本の場合は、ね、ただ研究者の場合はもうグローバルマーケットなんで、うん、人材マーケットが、そこの辺はどうなんですか。ここは相当深刻な問題だと思います、うんうん、あのつまりどういうことかというと、例えば学生さん、学生さんをいい先生につきたいわけですね、はい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 、世界で最高の先生につきたいわけです、うんうんうん、でその先生を日本に呼んでこようとするわけですね、うんうん、そうすると呼んでこれないです、はい、なぜかというと日本に来ると給料が半分になるからですね、うんうんうん、じゃあその呼んでくるためには、例えばその先生の給料を 1.5 倍とかにしてどこの国でも呼ぶわけですけども、うんうんうん、そういうシステムがないんですね、うんうんうん、でお金が全然ないわけじゃないと思うんですけど、うんうんうん、日本のシステムではそれが大変難しい、うんうん、まあ、やっぱり平等主義っていうんですか、うんうんうん、でところがですね、じゃあ極端な話、例えばスイスの先生は給料3000万円とかです、はいはい、ATH の給料3000万円は高いかというとですね、それによって世界の最高の教員を集めてきて、でそれで自分の国の学生を教育するわけですね、うんうん、私安いと思うんですね、はい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 、でそういう考え方ですね、うん、あの自分の子供たち、あるいは将来を担う人たちを育てる人を優遇をして引っ張ってくると、で私の個人的な考え方ではそれが正しい賢いお金の使い方だと思うんですけど、なかなか日本では難しい。なるほどね、まあ、ここもねスポーツ選手は年俸制で、あ、そうですね、そういうまさに億万、ね、1億プレイヤーもいるし、いますけどね、しかしそうでない人はあれだと、まあ、いう方向に今少しずつスポーツはもう完全にそうなってますね、で研究の世界もそうなりつつなってないと思いますね、うんうんうん、東京大学でも国立大学である限りは、うん、給料は入った時の、はい、年で決まりますね、うんうん、ノーベル賞もらっても多分決して2倍にはならない、ならないと思いますね、うんうん、名誉だけだと思います、ね、だからそれだとやっぱり外国人がなかなかというか無理です、ね、来ないですよね、給料下げてまで、行く人は誰も、それ日本人自分たちにもそう、まあ、だから、ね、行かないですね、日本人でノーベル賞級の人とか、まあ、そういう非常に優秀な評価を受けてる人が、まあ、愛国心だけで帰ってくるって来てくれている例はね、そこがやっぱり日本は恵まれてたと思いますね、うん、戦後その食うや食わずの、はい、私たちの先生方はそれでアメリカに行って聞きますと1ヶ月の給料で家が日本だと家が建ったと、でそういう素晴らしい先生方が戦後帰ってきてくれて、で私たちを教育してくれたんですね、でそれがあるおかげで今日の私たちがあるというのは確かにその通りで、そこは日本人は誇りにしてもいい、国によっては帰らない国がいて、でその国はいくらでも優秀な人材を出してますけど国自身はなかなか発展しないんですね、日本はそういう点はものすごく誇りの持ってもいいと思いますね。なるほどね。それとまあもう一つ難しいのは、これ研究って評価って難しいじゃないですか。難しいですね。ね、10年に1本しか論文書かないけども、その論文がまさに、ね、こうパラダイムを変えるような人と、まあ、毎年何でかこうね、ちょこちょこそこそこまめにまめに。豆にちっちゃなヒットを打つ、ヒットを打つっていう、うん、でもこれ、まあ、両方必要なんですけど、両方必要ですね、ええ、ここも懐の深さがいるんですね、うんうんうん、でじゃあその論文をほとんど書かないけど、うん、すごい研究をしてる人っていうのは実は見る人が見ると分かるんですね、うんうん、
でなので我々としては多分評価ができるんですけど、うん、それをもし論文の数だけで評価しなさいっていうふうに上からこう、うん、来てしまうと大変苦しい、うん、そういう人たちがなかなか伸び伸びと、うん、で科学ってのは数じゃないんです そうですね、数の3乗ぐらいで聞いてくるので、うん、あのピーク値の高い人は、うん、たとえ数が極端に少なくてもものすごく価値がある、うん、いやこれ最近ちょっと良くないのはね、社会がねやっぱ税金の使い方に非常に厳しいでしょ。そうですね、うん、それでこうそうなると、うん、でまあこう評価評価評価って言ってまあもうそのピアレビューはいいんだけどこうまあある種研究の素人である役人とか政治家が口出しすぎて、うん、もうねそういう中でなんかヒットばっかし狙う、そうですね、あんまり人が増えちゃって、うん、あんまりプレッシャーが高いとちっちゃなヒット、うん、バントを狙い始めるわけです、うん、そう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 、うん、だからプリンヒットだったらいいんですけどバントを狙い始めるとですね、うんうん、研究はなかなかそれではプレゼンスが示せないので、うんうんうんまあ、そういう意味で我々はそれこそスーパーコンピューターの時に、うんはい、鈴木さんがあれを救ってくれたっていうのはみんな感謝してるんですよ、うん、本当にまあスパコンの話が出ましたんでね、まずちょっと蓮舫さんのフォローをするとですねあれはまあ、リンパック性能といってこう単純計算の要するに速さを、まあ、ほぼ その物差しだけで議論をしてたんですよね。でそのリンパック性能を一番にするっていうことをじゃあにそこまで地道を上げなきゃダメなのですかという意味で言ったんだけれども、うんうんただあの時にちょっとまあ、なぜ2位じゃダメなんですかって言った時にサイエンティストも口ごもってしまったのは残念で、ね、そう、そこは大変残念なことなんですね。サイエンスは2位じゃダメかっていう質問は意味をなさないんですね、うん、なぜかというと我々は普段大変地味な研究をしてるんですけど、うん、地味な研究といっても先人が積み上げたここまで積み上げたら、うんそこを1センチでも超えるっていうのが科学なんですね、うんうん、だから常に超えた瞬間1位なんです。すぐに追い越されるかもしれませんけど、うんうん、1番1番1番、うん、だまあ例えで言うとゲームみたいなもので、うんうんうん、店に一番面白いものと2番目に面白いものが売ってたらどちらを買うかと、うんうんうん、1番しか買わないんです、うんうん、なのでまあそういう意味で研究そのものは大変地味なんですけど、うんうん、先人の作ったのをとにかく、うんうん、一歩一歩一番一番をこう伸ばしていくっていうのが科学なんですね。いやだから番あの時僕があそこにいたらねいや2番になったら論文も出せないし特許も出せないからですそう言えばいいだけなのにそうなぜそのシンプルな答えができないのかなと思って、ね、ちょっと歯がゆく思って、うんまあいたところもあってただまああの議論が非常に よくて、うんまあ、まずスパコンっていうことについて世の中の関心がものすごく高まりましたね、うん、それからまあ当たり前のように来ると思ってた科学界も少しちゃんとものを考えるようになったとそれからああいうアンチテーゼが示されたことで要するに単純計算の速さだけを物差しにしてるのはおかしいよねとで、まあ、私がやっぱりこう複雑な計算をちゃんとできるコンピューターの設計にしましょうと、まあ、いう問題を提供したのとそれから相変わらずスタンドアロン型のスパコンだったので、うんまあ、これはハイパフォーマンスコンピューティングっていう要するにまさにスーパークラウドのね、コンセプトネットワーク型ので調べてみたら大学と国立の研究所だけで30のスパコンを日本は持ってるんですよね、うんうん、でこのスパコンを全部つなげてそしてそれの一番のこの、まあ、メインなコンピューターに経路を進めていこうと、まあ、これ1週間でね、うんまあ、あの時上田さんにも毎日通ってきてもらって、うんでベスト&ブライテストを直ちに集めていただきましたけどそこで1週間でアーキテクチャを変えましたよ ね、アーキテクチャとそれからそのスパコンの用途を変えましたよね、うん、あれで、まあ、1週間でやればできるじゃないかと思ったんだけどまあそれはもう徹夜に次ぐ徹夜でむちゃくちゃなあれだったけど僕の、まあ、今までの IT 時代の友人をと、まあ、上田さんの友人を全部かき集めてだけどおかげさまで、まあ単純計算のリンパック性能も、まあ、瞬間1位になったしそれからその いわゆるそのゴードンベル賞とか、まあ、いろんなこう、まあ、複雑なタスク処理の方もだから全種目系はそのだから 100m だけ、の優勝を狙っていたんだけど
あのことによって 100m と走り幅跳びと走り高跳びと棒高跳びとハードルが取れてしまった。結果として非常に幅が広くなってですね、K は本当にいいコンピューターで、皆さん普通はピーク値しか見ないんですけど、 K っていうのは例えば24時間そのピーク値が維持できるっていうのは凄まじい技術ですね。そういう意味でアメリカはものすごいそれをショックを受けて、で莫大な投資をして、で、追い抜かしたわけですけども、それだけインパクトのある重要な仕事なんですけどね。いやだけどあの時ね、僕らがこう突然1週間でコンセプトを変えて、2週間目ぐらいにハイパフォーマンスコンピューティングインフラっていうコンセプトを出した時に、やっぱアメリカのエネルギー省が突然連絡が来てどうしたんだと。そうです、アメリカのエネルギー省が考えてたコンセプトをなんかこう一夜城のように日本が突然出してきたからびっくりしたんですよね。びっくりしたみたいですね、あれはね。だからあれはまあある意味で、むしろあの後の後日談が面白いのになんか日本のメディアっていうのは一番面白いとこを伝えないな、なかなかネタに なりにくいですよね。まあね、いやでもやっぱりあの経験からも分かるように、日本人は恐ろしく柔軟性があって、何かやっぱり意識が共有されて、でそれを正しい方向性を出すリーダーがいると、その方向にピシッと動くんですね、ものすごく短時間で効率的に動くっていう、やっぱ素晴らしい経験だったと思いますね。いや本当にね、いうことだったと思うんですけど、これ、ちょっといくつか質問がいっぱい来てるので、どうぞ質問コーナーに行きたいと思いますので、皆さんあれですが、若者が研究を謳歌できる社会が保てるのか、これグッドクエスチョンですね。いいクエスチョンです、研究は常に若者が作ってるんですね。山中さんの研究も山中さんが常におっしゃってるように、研究室の人があれを発見したわけですね。私の研究室もそうですよ、実も学生さんがやってて、で謳歌してるのは若い人たちなんですね。たまたまその代表としてそのいろんな年を取った人が話しますけれども、研究を本当に進めてその発見の喜びを自ら感じてる人は常にいつの時代も若い人だ。ただそういう人のポストが ね、こう2人で頑張ってきたのは減ってきちゃってるから、なるべくこう増やそうっていうことを。確かにそこはすごく考えないといけない問題だと思うんですけども、私はですね、実はその例えば博士まで取った人は、視野さえ狭くなければ、どこでも活躍できるんですね。そうですよね。で一つの知的プロジェクトをやり遂げた、プロデューサーとしてやり遂げた、要するに京セラの稲森さんは JAL でもやり遂げることができるっていう、それだけやっぱり重要なことは頭の働きなんですね。知識じゃないんですね。そう思うとですね、実はその、考えさえ柔軟に持てば、どこでも実は、歓迎される、だそのまさに意識を共有していただくことだけで、僕はこの問題はかなり解決する。それとね、日本の大企業は博士を使いこなせる企業が少ないかもしれないけども、やっぱり、一つの博士卒のソリューションは、まずは大学のポストを増やす、二つ目は研究所のポストを増やすっていうことなんだけど、三つ目は自らベンチャーを起こすと。そうですね、いうことだし、それから企業もね、博士の人材を取ってもらうってことだし、それから何度も言いますけど、海外にはポストはいくらでもあるんです ね。私はインドと日本のフォーラムの教育担当 のディレクターをやった時にですね、インドの教育省のですね人から、インドっていうのは今進学率が 10% 大学の、これ 25% に引き上げたいと、そうするとこれから1000大学を1000校作らなきゃいけないと。で鈴木さん200校作ってくれって言われて、協力してくれって言われて、日本だけで200校作ってほしいと。でそうするとね、IIT ですら教員不足らしいですね。そうすると IIT っていうのはインスティテュート・オブ・インディアン・テクノロジーですけども、その日本の若手研究者っていうのはもちろん研究能力高いし、アメリカの PhD 取るより日本の博士取る方がよっぽど大変だし、引く手余ってなんですね。それから語学もね、理系で語学であればもう十分、今の人はね、論文も英語で書いてるし、ディスカッションもちゃんと学会発表もやってるから、理系人材は語学のことはそんなに大丈夫だと、問題ないと。だからちょっと視点を変えてみると、
で、まあ、しかもインドでもそのバンガロールとかハイデラバードとか、まあ、ニューデリーとかってものすごくまあ居住環境もいいですからね。で多分給料もいいんですよ。給料もいいですよね、うん、だからまあこれからあれですよね、そのブレインサーキュレーションって、まあ、頭脳循環ってことを言ってますけども、うん、まあ、研究者たるもの、まあ、人生の3分の1ぐらいは、うん、まあ、複数回述べてですけど、やっぱ海外で、そのインドでも欧米でも、ね、やっぱり他の国と他の組織を見るっていうのは極めて重要いうようなことになるんで、まあ、ぜひそういう意味でもなんかヘジテートせずに頑張ってほしいな。企業は実際すでにそうなってるわけですよね。だから学問もそうなっていくことが望ましいですね、うんうん、まあ、政治家だくらいですよ、こんだけドメスティック感は。僕らの同級生でももう企業っていうかメーカーとか商社、ね、まあ、商社は当たり前だけどほとんど海外勤務も3回ぐらいしてるじゃないですか。普通ですよね。ね、でまあ研究者の人でもまあ1回留学してもう1回っていうか方だけど、そのでまあ役所の人だけ、役所だってまあまあ2、3回は海外勤務してるけど、あの本当に政治家はあのドメスティックっていうか、まあ、でね、あとね読んでるね情報ソースがねものすごいドメスティックなんですよね。うん、まあ、これは本当に何とかしなきゃいけない、まあ、政治家の話はどう、まあ、今日はいいんですけど、これグッドクエスチョン、女性がもっと理系に進出にはどうするか。いや、これはもう本当に極めて重要で、うん、あの理系だけに限らず日本は女性のポテンシャルを全然使ってない、はいはい、でそうなんです、うん、で女性、あの例えば物理っていうのは日本では男性が主役と思われているかもしれませんが、うん、イタリアなんか行くと女性ものすごく多いんですね、うん、アメリカですらかなり多いです、うんうん、でそれはもう結局才能の問題じゃなくて単に人材があるのにそれを使いこなせてないだけなんですね、うんうん、大変残念で、あの、うん、例えば東京大学も女性の割合が依然として少なくて、うん、なんとかですね、うん、あのこの人数を増やそうとこう努力してるんですけど、うん、まあ、これはどうなんでしょうね、あの親御さんが反対するんでしょうかね。あの医者になるって言ったら多分反対されないのかもしれませんけど、うん、物理学者になる、お嬢様がなるって言うと反対するかもしれませんね。僕は納得しですけどね。納得しますか。ああ、ものすごい納得しですね。あの、うん、少し時間かかりますね我々も。まあそれとね、やっぱりね、なんていうかな、やっぱ一回できてしまったこの文化っていうのを、まあ、既存の組織を変えようとすることはもちろん大事なんだけど、うん、やっぱりこうベンチャー的なね研究所とかね、うんうん、でもここはもう最初から女性比率を5割、6割、7割して、ね、完全に男女共同参画的なコンセプトで作ったものは最初の文化って大事なんですよね。どんな組織ってやっぱり今ある組織の文化を変えるっていうのはもう2倍からもっと言うと10倍ぐらい大変だけど、一から立つ時にきちっとそういうコンセプトをあらかじめ盛り込んでおいて、そのベンチャー的な研究所をこの 女性がもうそのデザインの中に、組織デザインの中にそういうのを入れていくと、でその方がパフォーマンスがものすごく高くて、実は研究業績、研究成果で上回るっていう効率がいいんですよね。できますよね。私は実は以前にいたある組織でですね、事務部門である時女性の管理職比率が5割を超えたんです、うんうん、そうするとどうなったかというとですね、あのまず残業時間が圧倒的に減ったんです、ね、あで仕事効率は上がったんです、うんうんうん、で、あの無駄に仕事をしなくて、しかも非常に集中的に、はい、あのビジネスライクに仕事をする割合が急に増えてですね、うん、職場の環境が変わった、うん、で、ですからやっぱりあの男社会の弊害っていうのが実はあって、はい、でそれをまあやっぱりもったいないですね、あの女性の力を使えてないっていうのはもったいないですね。大変もったいない、はい、ちょっとあの意地悪質問かもしれませんが、明確に反論があれば、京都大学に業績で勝てない東大の理由は、これはまず事実誤認だってことかもしれませんが、うん、あの分野によりますね、うん、京都大学がそれは、まあ、ランキングいろんなところを見ていただくとすぐ分かりますけど、うん、京都大学が優れてる部門ももちろんありますし、うんうん、東京大学がの方がいいところもあるので、うんうん、あのまあ、一概に言えない、まあまあ、ただ一つ言うとですね、うん、東大の先生は忙しすぎると、うん、ああそれはね、あのいろんな国の
雑用がとは言わない、雑用とは言いませんがあのお役が回ってくるわけですね、うんうんうん、で京都にいると比較的それが回ってきにくいっていうのがあって、ものすごく忙しい先生、だから東大教授はその来る前に業績を上げて東大に来てる人が多いですね、うん、でも本当はそれじゃダメで東京大学で業績を上げないとダメなんですけど ね、うん、そこがちょっと残念なところがありますね、はい、工学部卒の経営者が増えれば良いのかと僕はそう思いますよ、うん、明らかに、うん、まあ、実際あので増えてますよ、あの増えてるわけですね、うん、あの今ね50代でグローバル企業で、かなり経営トップに上り詰める日本人がかなり増えてるんですよ、その多くは工学部ですね、うん、だからそういう新しいキャリアができつつあって、うん、でそういう人たちはもういくつかの外資系企業をこうスカウトして回っていくんですけど、うんうん、やっぱりあの 今は法学部卒より工学部卒の経営者はなんか、まあ、イノベーション系のところではやっぱりテクノロジーの流れに対してすぐに ついてきますからね、うん、それとねやっぱりなんかこう IT の本質とかバイオの本質とかこうざっくりでいいんだけど、うん、やっぱ分かってない人はやっぱこう経営とかもうできないですよね、うん、直感的に ね、 的にね理解できないとね、うん、だからやっぱそこはそうなんじゃないですかね、うん、こうテクノロジーの本質を理解できるっていう人が増えるっていうことはいいし、逆に工学部の社長がずっと伝統だったのになんか政経学部に変わった瞬間にダメになった、うん、ね、某企業も ありますからね、それからですね、必要な大学に必要な人材は いい大学にするために必要な人材はてか日本の大学どうしたらいいんですか。いや、 やっぱり多様性が絶対にいると思いますね、うん、だからもうやっぱり外国人をもっと増やす必要がありますし、うんうん、それから女性の教授ですね、うん、をもっともっと増やす必要が、ポテンシャルの日本今は半分しか使ってないんですよね、うんうん、半分少子化とか高齢化の問題があるかもしれませんけど、うんうんうん、女性の人材を使うだけで2倍になるわけ、うん、そうそうですよね、でやっぱ多様性だと思いますね、うん、それからもう一つはですね、あの才能というのは全日本にばらまかれてるわけですね、うんうんうん、だから首都圏だけから、うん、こう人材をリクルートするというのは非常に非効率的で、うん、やはりまんべんなくいろんなところからですね、うん、そうですね、だからまあ外国人といってもいろんな国の人もね、やっぱりいろんな文化背景を持った人はやっぱりそこのダイバーシティも確保していかないといけないっていうのをおっしゃる、私もあのコメント大賛成ですね、うん、物理技術の悪用っていうのはそれは常にあるありますね、もう、まあまあそれこそインターネット核兵器、核兵器だけじゃなくて、うん、インターネットも実は物理学者が作ったわけで、これはいいようにも悪いようにも使えるわけですね、なのでちゃんとした規制とモラルはぜひ必要な、うんうん、ただ規制はこれやっぱね、僕ね学問の自由との関係で、うん、あのわけのわからない役所とか政治家はやるべきじゃないと思う、それはやっぱりちゃんとあのそれぞれのコミュニティっていうかね、うんうん、だからそういうことが必要ないようにどうやってこう研究者倫理とかいうものを、確かにね、あのそういう IT 技術に関するモラルの教育っていうのはぜひ必要ですね、うんうん、そうですね、まあ、IT だけではなくてね、まあ、いろんなこれからあの、まあ、IPS だって半分以上倫理問題だとこれからまあ言われていますしね、まあ、原子力工学の話だと、まあ、結局はそういうことだと思うんですけど、おすすめの理系の本はありますか。いや、まあ、自分の興味のあるものを、うん、好きなように読むっていうのがいいと思いますよ、うん、あの多様性が重要なので、うん、なるほど、まあ、今のワールドワイドウェブっていうのはね、あのセルン、ね、セルンね、まさに加速素粒子研究をやってるところから出てきたんですよ ね、はい、遊んでいる学生が多いことが大学の問題では、いや、もう遊びも重要で、うん、遊んでる学生で社会にまで出てずっと遊んでるかってそういうわけでもないわけですね、うんうん、なので、まあ、あのノーベル賞を取った先生で学生の時には麻雀ばっかりやってた先生っていうのは僕は知ってますけど、うん、要はあの遊ぶ時は遊んでいいんですけど、うん、何かを見つけてそれに打ち込めるかどうかということだと思いますね、うんうんうん、よく学びよく遊んで、あの最近ね、うん、逆にね遊んでなさすぎると思う、学生が、うん、授業でってかつまらん授業に出るようになったのは、ね、よくないって要するに自分の青春の大事な時間を、そうですね、あのもうちょっとね、だからこうあの無批判に、我々の時は出る授業は出るけど出ない授業は出ないっていう、だからただちょっとね東大がなんかそういう、こう懐の深さをやや失っているところが
あって、まあ、不況の影響かやっぱり皆さん大変真面目になりましたね。真面目になりましたよね、うん、なんかそれは やや大学の、うん、なんていうかね、リーダー要請としてはいかがかっていう感じがしますが、そうですね、やっぱりよく遊べ、よく学べですよね、まあ、授業は出るんですよ最近は。なぜか、うん、だから勉強するって何なのかってね、逆に言うと遊んでないんですよね、うち、ん、にだらっと引きこもってたりするんだよね。だからちゃんと遊びに行けよっていう感じだからね。やっぱり自分の一回しかない人生なので、うん、それを何に使うかっていうことを考えた方がいい。そうそうそう、うん、あとね、ただね、授業の必須が増えてるのはやめた方がいいと思うだよ。もうが僕は大学ってのは大人なんだから、来るも来ないも本人の自由だし、要するにどういう風なプロセスを経てその知の体系をマスターするかっていうとこも僕はいや成績は厳しくつけたらいいんですよ、うん、その能力をに到達しているかどうかっていうことはね。ただ出席点とかって取るのはなんか僕はナンセンスな、うん、そうですね、僕ね取ったことないですけど ね、うん、ね、だからまあ、東大は出席取らないのがいい伝統だったと思うんですけど、苦言です。はい、大学で研究する人間と高卒での職人を目指す人間が、等しく尊敬される社会になる。もうその通りですよね、うん、全くその通りだと思いますね。いや実際日本は、うん、そういう差別をあんまりしないんじゃないですか、うん、高卒でも立派なお仕事をしている人たちを尊敬しますしね、うんうん、大学出ても悪いことする人はバカにされますし、そうそうそう、日本はそこは相当フェアに人を見る社会じゃないかと思うんですけどね。今就職でも一番人気があるのは工業高等専門高専の卒の人はもう就職率 120% ですね。120% とか 150% スキル持ってますからね。スキル持ってますから、うん、だからでかつ一番ものになってるのは工学部でいうとあれじゃないですか、高専を終えて大学3年生から編入してきた人はハンダゴテもできるし、うん、そして理論も磨くから一番こうモチベーションも高い、モチベーションも高いしね。そうそうそう、ほんと伸びてる人はそういうルートの人多いですよね、うん、まあ、そういう意味では学歴っていうのはいつでもつけることができるので、うんうんうん、だから真に学ぶってことは重要ですよね、うん、はい、これはいいですよね、うん、はい、政治家の甲子園を作るのはどうかっていうのは、面白いですね。政治家並べて AKB みたいにみんなで投票すると、うんうん、いいかもしれませんね。政治家をもっと鍛えると、うん、AKB 厳しいと思いますよ。あの厳しさの中で生き残った中でメンバーは成長してるわけですから、うん、でまた博多に行って苦労を積んでね、そう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 人生の縮図そのものですよね、あれ本当にいいビジネスモデルだと思いますよ、うん、で地道に握手会を出るとやっぱり報われるっていうね、やっぱ完全にある政治家とね同じっていうかね、うん、いや今回のは面白かったでしょうね、うん、人生には失敗もしてもいいと、そうそう、ね、逆転できるんだっていう、うん、ことが、うん、ことはね、目の前でそれを進行していくわけで、うん、これ政治家の甲子園っていうのを、まあ、ある意味で社会リーダーの、まあ、高校生とか中学生ってことでおっしゃるとすればですね、それは私まさに理系人材はさっき申し上げたように科学甲子園ジュニア、科学の甲子園、それから国際化サイエンスオリンピック委員会ができたんですけど、今一番まさにソーシャルリーダーをどうやってこの中学生高校生が育てるかっていうのは僕のまさにテーマで、でね、去年から全国中学生生徒会長サミットっていうのが始まった。もともと近畿でやってた森下雄一郎さんっていう、まあ、この番組で彼と組んでそれを全国規模にして、で去年は京都でやった、おととしは京都でやったんだけど、去年は釜石でやって、まあ、これ非常に成功したってね。今年ねの3月に高校生生徒会長サミットを参議院の議員会館の講堂でやったんですよ。これは非常に面白くて、何人ぐらい集まったんですか。ね、70校の高校からですね、うん、300人弱ぐらいです。おー、すごいですね。でこれはね、まあ、中学校の方は、まあ、私たちとかその NPO の森下さんとかがサポートしたんですけど、うん、高校生についてはね、自分たちで全部お話しして、うん、僕らがやったのは場所だけ。あ、だからね、今の時の高校生はね、なかなか大した、いや彼らネットワークも持ってますしね、うん、持ってるしね、うん、行動力ありますよ、うん、でね、みんなそれがね、フェイスブック使いこなしてるからこうすごくこう、だからちょっとね違う世代が
出てきてものすごい行動力があってもうどんどんこうね、うん、説得しにいろんな地方に出かけていったりね、あるいはそこの学校の生徒会長の顧問となんか渡り合ってきたりね、もうフェイスブックがあると革命すら起こりますからね、プリマね。だからね、今はねすごくね、うん、面白くなってきて、まあ、そういうソーシャルリーダーのね、ただやっぱりソーシャルリーダーの場合はちょっと難しいのは社会の具体的な課題と向き合って、うん、それをどう解決するかっていうことなので、やっぱりこういろんな社会の具体的な課題と直面しないといけないということなんですけど、ただそれを高校生大学、僕はだからより早く板挟まれる経験をした人が、うん、いいなと思ってて、うん、まあだから もちろん甲子園もいいんだけども、それは生徒会とか部活のキャプテンだとか、うん、マネージャーだとか、うん、なんかやっぱ具体的なプロジェクトに、その机の上だけの勉強じゃなくて具体的なプロジェクトに、うん、この参画する人が増えて、それをまあいろいろ発表してもらいながらね、まあ、これは東北の子なんかそういうことやってきているんだけど、うん、ということですね。これはどうですか。これおっしゃる通りの研究者が自分のプロジェクトをアピールして国民から広く寄付を募れるようにしている。ああ、したいですね。まあ、山中先生はね、そう、山中先生、やられたマラソンされて、うん、もう血の滲むような努力をされて、うん、いや本当にそうですね、うん、まあ、例えば私なんかも学生にサポートしたいんですけども、うんうん、なかなかそういう税金からこう、うん、お金を、うん、この学生は困ってるからお金を出すっていうのができないんですね、うんうん、ところがこのどの人が将来国のためになるので今困ってるのでサポートしないといけないというのは私しかわからない、うんうん、その人の先生しかわからないわけですね。そういう意味でその寄付がいただけるようなシステムがあると、ものすごい、アメリカは実はそういうシステムあるんですね。ですよね。アメリカ寄付のシステムがあってかなりのお金が寄付されて、それが学生さんのサポートのために使われてたりするわけですね、うん、あるいは留学生の、ね、だから確かに日本もそういう風土ができるといいですね、うんうんうん、企業は実は大学発ベンチャーはかなり進んでいまして、やってる人はやってるんですけど、アメリカの場合は本当にね、起業してる教授は多いんですけど、日本は、ね、まだまだそういう人材の問題かもしれません。大学教授選手権をやったのか人材も集まらないし関心度も集まらない、高まらないじゃないか、まあ、学会中のは研究の世界では選手権なんだけど、まあ、大学教授選手権というのは論文の世界ではいつもやってることですね、うんうんうん、雑誌でこう有名な雑誌にこう出たり、あるいは国際会議でやっぱりスターがいるんですね、うんうんうん、AKB じゃないですけど大学教授にもスターがいて、まあ、そのスターがコロコロとこう入れ替わるわけですね、うん、ただこれは、まあ、それは研究者選手権だから、こう教授する方の選手権っていうのは どうしたらいいですかね。それその聴衆は誰なんですか。聴衆は誰なんでしょうね。これ大学の教授とか見てても面白くないですよ。うん、ただなんていうかな、やっぱり日本の大学、まあもちろんそれ人によるけども、教育にすごく熱心な人とそうでない人の差が激しすぎますよね。うん、これはやっぱり何とかした方がいいなっていうか、まあ、からもっと言えばね、教育だけに集中する、まあ、これ別にプロフェッサーと言わなくてもいいけど、うん、ディレクターでいいと思うんだけど、うんうん、まあ、スタンフォードなんかも教育だけやるいます、ねね、そういう人はいますけど、そういう職種があってもいいかなっていう、いいこと、教育のスキルのあるっていうのは極めて貴重なことですよね、でそこに特化した先生方はものすごく重要ですよね、うんうん、だからそこのそういう 文化分けるっていうのがなかなか進んでないですね、うんうんうん、やはり研究が第一とかっていう考え方があるんですけど、本当は研究と教育でも最近の人事はですね、研究だけで できてる人じゃダメなんですね。なるほど。私はですね、実はあるスタンフォードの先生にも聞いたことがあるんですけど、うん、アインシュタインは今だったらスタンフォードの教授になれるかと聞くとですね、うん、ダメだって言ってました、ね、なるほど。なぜかというと教育のを真面目に やってこなかったっていうのがあるためにですね、で今はもちろん東京大学もそうですけど、うんうん、業績がもちろん第一なんですけども、うん、その上でこの先生がどれだけの学生を育てたかとかっていうのを非常に精密に調べます。でそこで非常に悪ければですね、うん、残念ながら選べないですね、うん、なるほど。そういう意味ではよくはなってるとは思うんですけど、うん、ただ逆に一方で、だからアインシュタインはやっぱり研究所に行くしかないわけ。そうですね。まあ、あるいはですね、アインシュタイン級ぐらいになると、うん、聞いてるだけでインスピレーションを持てる学生もいるのかもしれませんね。なるほど。
なるほど。ただ一方であれ面白いですよね、その大学っていうのはあの学生の面倒もいなきゃいけないし雑用もしなきゃいけないし研究には全然没頭できないんだけど、でもやっぱりあの教えてるっていうことで研究のインスピレーションにも戻ってありますよね。あの学生の面倒じゃなくて、うん、学生に教えていただいてるという感覚があって、うんうん、あの面白いてあのデータがありましてですね、はい、日本だけじゃなくて世界で、うん、じゃあ確かに大学は世界どこでも教授は忙しいんです、うんうん、日本だけじゃないんです、うん、じゃあノーベル賞は研究所の方がたくさん出てるかというと大学の方が圧倒的に多いんです。でこれは何でかというとやっぱりその教授と学生さんが、まあ、いい意味でコラボをして、でそこからあのさっきあの学生さんが打ち込んでるって話をしましたけど、そこから何か価値が生まれてるっていうのは私たちの実感で、僕らもやっぱ教えながらこっちでものすごいひらめきます。そうなんです、そうなんです。それとやっぱりこう学生の発するシンプルクエスチョンに触れているっていうことはあの非常に何かこう時々グサッと刺さるようなね、そうそう、で初心に書いてるね、謙虚な気持ちに、うん、させられるというか、うん、だからまあそういう意味では学生さんの教育は、うん、これは真面目にしないと損なんです、うんうん、まあ、ただそれ以外の雑用はかなり多い、うん、まあ、そこはなんかやっぱ研究補助者とか ね、うん、そのアドミニストレーションスタッフとかね、まあ、ここは考えた方がいいですよね、うん、それとね僕ね、ただ一方でアメリカなんかはこう助教授なんだけど学部長になってる人いますよね、いますね、ディーンになる人、うん、でやっぱりこの、大学のマネージメントあるいは総長とか学部長の仕事と、うんうん、それからプロフェッサーあるいはもっと言ってもリサーチャー、これちゃんと分けた方がいい。そうなんです、ね、で助教授ぐらいから准教授ぐらいからもう俺はもうプロフェッサーを目指さないけども、ね、やっぱりちゃんとディーンを目指すと、うんうん、だから日本はなんかこう一応なんかこうプロフェッサーでないと学部長になれないとか学長になれない、ね、学部長もみんな、まあ、まあ本当は研究したいけど、うん、しょうがないから選ばれたからやりますっていう感じですよね、うんうん、なるほど、本当は分業した方がいいですね。なるほど。ニコ生大学でを開校したらどうか、ニコ生で授業して寄付を集めたらどうですか、寄付してこれはあのやってみましょうか一回。いや、ぜひ寄付していただければ、うん、本当にありがたい。あのですよね、学生さんにちゃんと何からやるサポートしますから。物理学の基礎。いやでも本当にあの、うん、あの苦学生が今本当に多いんですよ、うんうん、で才能を持ってるのに苦労してる学生さんがいっぱいいてね、それは本当に残念な、はい、かわいそうなことなので、うんうんうん、そういう人たちがいくら投資してもいいんですよ、うんうんうん、もなのでまあぜひですねそういうシステムができるとありがたい。いや本当おっしゃる通りで、まあですからね、あの一緒に協力して大学生の授業料免除枠、まあ、5% 10% 倍増しましたよね、だからまあ奨学金の対応枠も、まあ、この12年で倍になったんですけど、今本当奨学金あのなかったらやっていけない学生ものすごく増えてますね。いるんですよ。で本当にそれはお気の毒で、うん、彼らは、まあ、本当にものすごく勉強して、うん、で彼らは、うん、国のためになることは間違いないわけですね、うん、自ら進んで勉強して、でただお金がないためにこう学問をあるいは勉強を諦めざるを得ないっていう人が今ものすごく多いんですね、うん、だからそこで本当は修士に行った方がいいのに、本当は博士に行った方がいいのに、こういう金の卵を、もうミスミスたくさん失ってまして、ね、失ってますよね、ここは本当皆さんに知っていただきたいし、あの、うん、でやっぱり自分が大学にいた時と同じで考えてほしくないんですよね。これは我々の時はまあ大学レジャーランドと言われてあのなんだけども、今はやっぱ相当あの大学の状況が変わってきてるし、やっぱリーマンショック以後相当、うん、学生さんも本当に真剣に勉強してて真面目になって、だからやっぱり親御さんがあの正規職員率がものすごく下がっているから社会全体として、うん、だからあのなんかサラリーマンの正規社員の子供が大学に行ってるというのはやはり、うん、あのかなり認識と違うと、現状と違うと、うん、まあ、いうことですよね、まあ、よく言われるのはですね、その、まあ、東京大学 の、うん、あの親御さんの年収が高いと、うん、でこれはやっぱりその年収と学歴との間のある種相関を表しているわけですね。ところがですね、私は確実なことは神様は才能をそういうのとは全く関係なしに全国にランダムに作るんです、うん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 、
で、はい、で日本はこんだけ限られた資源の限られた国なわけですね、うんうん、ですからそういう人たちを本当に皆さんで血眼になって探して、うん、で国の宝として育てると、それがやっぱり日本我々がやるべきことでね、もちろん裕福に恵まれた人はラッキーだと思って勉強すればいいんですけども、諦めてしまわないといけない人たちを一人でも二人でも減らすという、やっぱり、まあ、鈴木さんも努力されて来られましたけども、ただこれはなかなか孤立無援な戦いでありましてですね、国会では、まあ、私もそのいわゆる所得制限型無利子奨学金ってね、まあ、無利子の奨学金を作ったり、あるいはそういうその授業料免除枠を拡大とかしたんですけども、まあ、高校とか中学の話はですね、一緒にやってくれる国会議員いっぱいいるんだけども、なんか大学のことを一生懸命やるとなると、なんかこう恵まれてる人をこうサポートするみたいな、こうやや誤解があって、いや違うんですよね、うん、日本の将来を担う人たちを今育ててるわけですよね、うん、でもう我々の時代と違って今遊んでるわけじゃなくて、うん、彼らは苦学生なんですね、うんうんうん、なので本当にでしかも大したお金じゃないんですよ、うんうん、道路一つ作るだけで何百人って学生が、うんうんうん、サポートできるわけで、うん、それがでその中からたった一人イノベーションの人が出ると、うん、それで膨大な人の雇用にもつながるわけですね。僕これ副大臣の時にね、もうちょっとやれば真剣に検討したことがあって、まあ、もちろんその税金投入を大学に対して増やせればいいし、うん、奨学金投入を増やせればいい、まあ、これは一生懸命頑張りましたけども、まあ、なかなかその国会議員で賛同してくれる人が少ない、まあ、要するに孤立国保軍奮闘でありましたと、うん、まあまあ、しかしそれで、まあ、ある政党なんかはね、高校卒業した人は税金払ってて、その人の税金をもらってみたいなことのお話があって、まあ、実は高校卒業した人とも仕事を何年かされて、うん、また復帰するときにそういうことも使えるんですよっていう、まあ、ことを申し上げたんだけども、まあ、それはそれとしてですね、結局やっぱ教育っていうものが最大のやっぱり投資だっていうことですよね。そうなんですよね、ことをどうやったら共有してもらえるのかなと。で、大体今の日本がなぜあるかというと、これは基礎教育が高いからなんですね、うんうん、で私たちがその貧しい時代にも学校でちゃんと教育していただいたおかげで今日の私たちがある、うん、でどの国も教育がしっかりしてない国は絶対栄えないんですね、うんうんうん、でだから まさに自分たちの将来、自分たちの面倒を見てくれる人たちを今育ててるわけで、うんうん、こんな安い投資はないんですね、うん、だと思いますよね、だけどアメリカの学生はですね、1人当たり1年間に$29,000社会全体で負担してるんですね、3分の1が税金、3分の1が、まあ、要するに本人、うん、それから3分の1は寄付なんですけど、やっぱり日本はですね、その半分、半分ですか、半分です、$14,000とかですね、文系に至っては$7,000なんですよね、だからやっぱ4分の1しか投資しなければね、やっぱりそこで、まあ、アメリカはちょっと高すぎるっていうのがありますけど、まあ、まあ、その間ぐらいをやはりしっかりやっていかなきゃいけないなと思うんですけど、やっぱこのコンセンサスを得ていくっていうのは、まあ、相当、まあ、至難の技だなと。でも、でもそのお金ベースで言うと、うん、本当に大したことないんですよ。いやそうなんですよね、それでもこうやって高校無償化やめた方がいいとかっていうことになっちゃうんだけど、うん、結局まあちゃんとこれもお金持ちからは年末の税金でですね、きちっとこう回収する、ただ本人は負担をゼロにして一旦、うん、誰でもね、でその後ちゃんと、うん、持ってる親からは取るっていうスキームを入れてるにもかかわらず、まあバラマキだっていう、こういうことを、まあ読売新聞なんかが悪いんですけども、まあそれと自民党のせいなんですけど、まあそういうのを本当になんか清掃の軍にしてほしくないんですけどね、まあ読売新聞だけ読んでる人はそういうふうに誤解するのはやむを得ないと思うんですけれども、やっぱり大きな利益は何かと、はい、国にとっての大きな利益は何かというのを真面目に考えると、うん、いうことが必要で、いや多分日本人ってそれできてると思うんですけども、うんうん、まあ、でもそれはニュースにならないんですね、はいはいはい、そういうアジェンダの仕方は。でもやっぱりそこは冷徹に考えて、うん、自分たちの国の、うん、国日本、自分たちの国、うん、日本しかないわけですね、はいはいはい、その国の未来を作るために、うん、本当に何に必要かということを考えるということがとても重要で、
ここは感情論じゃないんですね、うん、ものすごく冷徹に考えないといけない話、うんまあねうん、はい、まあ、かなりいろんな議論をしてきましたが、まあ、最後に、鈴木さんに期待することですね。まずですね、選挙に頑張ってください。はい、鈴木さんは本当に少なくとも私たちの同僚プロ学問の世界っていうのは結構みんな厳しくって、それぞれの人が全くバラバラの意見を持ってるんですけど、みんな鈴木さんのことをサポートしてる、まあ、やっぱりあなたが一生懸命頑張ってるというのをみんな知ってるわけですね。で、国を動かすためには人気取りだけじゃなくて、やっぱり細部のことを熟知している政治家が絶対いるわけですね。学問は特にそれが必要で、ですからあなたが落ちたら困るので、ぜひ頑張ってください。わかりました。民主党はまだ離党をしておりません。久々に、はい、はい、今日は上田雅人さんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございます。アンケートを送って、どうですか？